白旗神社は、神奈川県藤沢市にある神社。寒川日古いのちと、源の義経を主催神として祀る。別名は白旗様。旧藤沢塾。藤沢市の白旗交差点から国道467号を北へ300メートル進んだ場所にある。白旗交差点のすぐそばにはつて、源義経首荒井井戸もある。創立年代は不詳。 荘厳寺を別当とした神社で、相模国一宮の寒川神社の祭神を祀り、寒川神社と称していた。教皇年間に小一くらいに除せられ坂戸町の総鎮守となる。原文年間に荘厳寺が火災で焼失し、延教4年に神社の隣に移転してきた。法暦2年に社殿の再建、白旗神社と称するようになった。法暦7年信用。 江戸神田の御子屋六兵衛が作る。1875年正言寺が明治元年に出された神仏分離令により移転。文治5年、うるう4月30日に欧州平泉の衣川間で自害した義経の子宮が鎌倉へ送られ、6月13日、腰越で首実験が行われた後、この神社の付近に義経と弁慶の子宮が葬られたという伝承と共につて、 源義経首荒井井戸や弁慶塚が残され、工事3年に源義経を合祀したとしている。白旗神社に関する文献は、東海道名書記が書室となっている。白旗神社の宮司が兼務する神社、ありがとうございます。